チョンテセ振り向いた、チョンテセ突破してくる、左足のシュート、決まった、決まってしまった。先制は北朝鮮。日本で活躍する川崎フロンターレ、チョンテセに決められてしまいました。安田持ち味の突破力、クロス入ってきた、よっしゃー、シュート決まった、素晴らしい、日本同点ゴール。前田陽一、変わった2人が結果を残しました。